まだまだです。続いてはですね、こちらの写真です。はいはい、どうぞ。誰でしょう。これは誰ですか。こちらですか。こちらですか。玉のように可愛いね。どっちも可愛い。ミディが僕ですよ。大石さん。可愛い。あれは姉ちゃんだろうね。姉ちゃんじゃなかった。誰だ。ね、面影ある？あるね。ありますね。目とかもそのままじゃん。下唇も。あ、そう。下唇。艶っとしたね。あ、この艶っとした感じ、ね。まずこの写真見ていただいたんですが、なんと素敵なベッドシーンの写真があるということで、見てみましょうか。こちらです。こちら。顔が変わった変わった変わりましたかね。ちょっとやんちゃになりましたね。ジュニアは先輩見てどうですか。裕福なんがいいですよね。でもあいや裕福そういうわけじゃないけども、でもね、白いパジャマですよ。ビリビリでしたよ僕の家のパジャマ。毎年ね夏は家族で旅行行ってます。裕福だ。ほら金持ち。でもね、その関西に住んでた時に車でお父さんの運転で東京まで行って、うわー、すごい。新幹線使わないで車で行こうって。あ、いいですね。そういう家族でしたよ。